ガキを売ってるんだから公演しなさい、ね、でも私その頃は本当にその肩着の経営者ですよねこういうところでは話すなんか思いもよらない。でだって皆さんにここで喋りなさいって言ったら嫌ですよね。それは無理やりですね、高田先生になって話しなさいって言ったら でまあこういうふうなことを話すようになったんです。それともう一つ、はがきを売ってるんだったら検証しなさいって。私の方はまあ通信販売してまして 今だいたい全国で1万3000社ぐらいお客さんがいらっしゃってます。でその方たちが、まあ、あのはがきを購入されるやつのいろんな統計を取ってるんですね。どんな風に買ってやる方は業績がいい、こういう風な買い方をするとすぐあまりこう売上が上がらないっていうのを、まあ、ずっとこう調べてる、その辺のところを、まあ、武田先生にちゃんと検証しなさいということを言われてまして、で10年前からずっとこう統計を取ってる。でそういう話も今日の中にこう入れさせてもらいますので、まあ、ホワイトベースというのはそういう感じです。今日のレジュメです。すごいあの簡単なレジュメが4枚ですけども、これをもとに話をさせていただきます。で最初のタイトルが割引なし、売り込みなし、キャンペーンなし。で、まあ、売り上げを伸ばす。